オーメンズイレブンゲームチャンネル。はいどうも、本日もダビマスの動画をアップしていきたいと思います。これで7話目かな、7話目の動画なんですけれども、前回が、こんな機能あったらいいなっていうのとフレンド募集ですね。で、今回が一応僕の牧場の紹介と、あと初心者の方向けに簡単にちょっと、お金稼ぎの方法というかレースの出し方の方法をご説明できたら嬉しいなと思います。まあ、ただ僕も素人なんであんまり偉そうなことがまた言えないんですけど、参考に程度にしていただけたら幸いです。まずはじめはどうしようかな。そう悩むのが流れなんですよ。先に繁殖牝馬を手にして、その繁殖牝馬に、ガチャで引いた種牡馬をどんどんつけていくんですけど、流れとしては多分ね、まず牝馬の馬を作って、その牝馬を繁殖牝馬にして代々受け継いでった方がいいような気はしますね。お金が貯まったからといっていきなり繁殖牝馬を買わないで、この牧場を大きくしたりした方が初めはいいと思います。で、僕も実際これ今の馬でこれね、血統見るともう自分の馬なんですよ。自分の親、ほら母がオーメンズ5になってるじゃないですか。とかオーメンズ50とかだと、これもオーメンズ5の馬だ。母親が僕の馬なんですよ。それをね、強い繁殖牝馬を買ってもいいとは思うんですけど、まだ初めはね、それやっちゃうとリスクがある気がする。種牡馬もどんどん一回使っていくとなくなってっちゃうんで、これとかほら、オーメンズ8とオーメンズ11の子供なんですよ。で、オーメンズ8はそこそこ優秀だった成績の馬なんで、お父さん馬になれたんですよね、種牡馬。で、母のオーメンズ11は全然強くない馬です、これ。全然強くないけど、女の馬だったんで繁殖牝馬として、牧場に残しました。ただこのオーメンズ8とオーメンズ11の配合が見事な配合だったんで、多分ね、馬の価値としては全然ないんですけど、そこそこ走ってくれるはずです。はい、そんな感じで進めていって、あと出すレースが非常に悩むと思うんですよ。 G3G2G1、 調教師に任せてしまうと結構いきなりね、強い G1 のレースとか出したり、まあ、G1 に出さなかったりとかもするんですけど、お金を単純に稼ぎたいのであれば、このオーメンズ13とかの戦績を見ると分かりやすいと思うんですけど、だいぶ裏街道を走るんですよね。強い馬が来ないレースっていうのがあって、そういうところを走らせてわざと賞金稼ぎだけするのはいいと思います。あ、ただフェブラリーステークスとか出てるな。そう、ずっとオープン戦 G3G2G1 には出てもどうせ勝てないんで、あえて弱いオープン戦、もうずっとオープンしか出てないんですよ僕。だけど3241チャックなんで、これ多分 G3 とかに出てたら8着とかもう全然勝ててなくて、賞金すらも稼げてないレベルなんで、あえて、調教師が G3G2 に出しても、それの出走取り消しをして G3 の1個格下のオープン戦に出してあげて、まあ、2000万とか1600万とかそういうお小遣い稼ぎをした方が僕は堅実だと思います。他の馬でもね、あえてそのこいつとか、そうだな、こいつなんかまさにそうだな、
デビュー戦から1着1着ときて、もういきなり G3 出てるんですよ。そしたら13着、これだったらもう賞金稼げてない。でその後も朝日がいきなり G1 出て16着、もう惨敗で、このその後も G2 でクラシック街道を行かせようと思ったんですけど、もうこれは勝てないって分かって、この辺から G2 に出走させるのをやめて、まあランクがねちょっと下がっちゃったから全然賞金も稼げてなくて、1000万下から始まり、徐々に1600万下で1位に1着で、これ全部お金稼げてるんで、こういう地味にわざと弱いところを攻めてった方がいいと思います、初めはね。で本当に強い馬ができた時って、あのパドックとかの20丸とかのオッズがもう多分ズバ抜けます。全部20丸でレースも大差勝ちとかを繰り返したりとか、多分今までのダビスタの通りだったらそんな感じになるはず。その時はもうさすがにわかるで、 G3G2G1 出しても全然問題ないと思いますけど、ローテーションだけは気をつけなきゃいけないですね。放牧に出すタイミングとか、その辺はおいおい分かってきます。はい。でまあそのね、裏街道っていうのがね難しいんですよ、説明が。 G3 の中でも当然強い馬が集まる G3 もあるし、 G2 の中でも当然 G1 に行くためのステップレースと呼ばれているレースがあって、サンケイ大阪杯とか、阪神大賞典とか、まあ、セントライト記念とか、まあ、京都大賞典毎日王冠っていうレースは G1 級の馬がそこを叩き台として出てくるんで、まず勝てないです。 G1 並みに勝てない。であえてそれをずらしたレースがあって、なんだろう、ハンデ戦でも G2 でもなんだ、日経新秀杯とかアメリカンズジョッキーズクラブとか目黒記念とかかな、あとアルゼンチン共和国杯は G2 でも取りやすい、ハンデ戦だし、金庫賞とかだと若干ちょっと強い馬出てくるかな、あと札幌記念もちょっと強い馬は出てきますけど、毎日王冠、京都大賞典、阪神大賞典、サンケイ大阪杯に比べたらまだ楽な、地方で行われるレースは基本的には取りやすいレースは多いです。 G3 とかもそう、函館記念とか小倉大賞典とか、小倉競馬場、中京競馬場、新潟競馬場、なんだとか、まあ、とにかく地方の方で行われている G3G2 は基本的に取りやすいで、難易度が低い割にまあ賞金はほとんど一緒なんで、そちらを優先して初めはお金を稼いでいくといいかと思います。有名レースはね本当に勝てない、 G2G3 でも。そこは、まあなんとなく覚えていくしかないんですよね。僕もねダビスターをずーっとやってたんで、その辺は覚えてますけど、京都競馬場、東京競馬場、中山競馬場、阪神競馬場はもうメインの競馬場なんで、基本的に強い馬は集まりやすいです。そこで行われる、グレードレース、 G3G2G1、 G1 はどこでもあれか、強いかっていうような感じですね。であと難しいのがこれね、これもまたダビスタの時に思ったんですけど、前回とちょっと似てる部分が、レースの後だからさすがに疲れているです。この馬が分かりやすい例なんですけど、一回放牧に出して、その後調教してレースに出すじゃないですか。そうするとそのレース後って必ずこのコメントなんですよ。レースの後ですからさすがに疲れているようです、今は休ませるのもありですねって絶対言うんですよ。ただその翌週に言うことが変わるんですよね。それが放牧後の1レース目だと、放牧後の1レース目だとその後調子が上がっていく可能性が高いです。で放牧後に一戦して調子が上がってまたもう一戦して時だと、もうその後のコメントがまずまずなようですとか、ちょっと微妙になってくるんですよね。
調教師のコメントが。そうなっちゃうと、もうどんどん調子下がっていく一方なんで、放牧に出した方がいいです。大体だから放牧出して2戦して放牧出してっていう流れになると思うんで、その辺はうまくローテーションを組んで G1 につなげていくっていう感じになりますね。危ない、ごめんなさい。ちょっと見せてあげたいんですけど、レースが始まっちゃうから、これとかどうだろう、ちょっと見てみますか。この馬が今何戦したか覚えてないんですけど、このコメントの後にすぐ放牧っていう、決断はしない方がいいです。この1週間後、このシクステもそう。あ、レースじゃあ行っちゃうか。で、一回見てみましょうか、どんなもんか。レース見ないで、じゃあ3着。これもね、一応わざとオーベンズサティーンは弱いレースに出してます。賞金が稼げるように、馬がもともと強くないんで。で、オーベンズサティーンも今レース出たじゃないですか、だからレースの後ですから疲れてるって絶対言うんですよ。で、さっき疲れてる馬は、あ、異常はありませんが馬体が細すぎますね。だとこれはね、体重の問題だからまた難しい。調子上がっていく可能性がある。あ、シクステも問題。これだと、もう一周様子見るしかない。このコメントが来ると思わなかったな。じゃあ、サティーン見ましょうか。ほら、ね。オメンズサティーン。レース出して、一戦目だったんですよ、今の多分。で、レース後に、疲れてるから、今は休ませた方がいいって言った。今休ませた方がいいって言ってましたけど、1週間するとこうやって調子が上がってきましたっていうパターンだから、この後ももう1戦走れます。ほら、これ15とかね、天皇賞春勝手に出して、こんなん勝てるわけないんですよ。あ、オーメンズ15もだからさっきレース出した後に、これも放牧後1戦目だったんですよね、さっきの馬も。こいつちょっと単なるデブだわ、もう調教がなってないだけっていうような感じですね。なんとなく分かりましたかね、僕の今の説明。これ分かるだけで、あの馬のローテーションの組み方がだいぶ変わってくるんでいいと思うんですけどね。もしあのまたわからないことがあれば、ぜひ YouTube のコメント欄などにいただければ、 Twitter でも構いませんので、お答えできる範囲でお答えしたいと思います。ではまたこんな感じの動画をアップできたらアップしていこうと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。